はい、こんにちは。今回はですね、ちょっとアニメのセリフから現実にそれを使ってみたら怒られたというエピソードが届いています。これはだから Q&A でも何でもないんですけどね、機動戦士ガンダムの、ファーストシリーズでラストの方でね、シャアがジオングに乗るシーンがあるんですよ。その時に、そのシャアを導くためのね、ジオングに紹介する時の、なんだろうね、整備兵が言うんですよ。ん？あれ？ジオングには足がついてないじゃないかってシャアが言うと、いや、あんなのは飾りですよ。あれはね、偉い人には分かんないんですよって言うんですよ。で、このセリフが結構ね、印象的で、私もよく思い出すんですけども、いや、今回の方はそれをね、女性の胸に使ってみたって言うんですよ。それはダメだろう。それは、いや、あんなのは飾りですよと。偉い人にはそれが分からんのですよって女の子に言ったら、それはダメだろう。どういう反応だったのかね、ちょっと聞いてみたいんですけども、まあ、これはまあ、使わない方がいいんじゃないですか。まあ、Q&A でも何でもないんですけども、現実に使っちゃいけないアニメのセリフっていうのがあるわけですよ。ね、死亡フラグってやつでしょ、それはね。いってらっしゃい。